네, 안녕하세요. 저는 원윤준이고요. 야마가미 아이 친구입니다. 오늘 수영 재밌게 하려고 아주 가는 길 신납니다. 최고예요. 안녕하세요. 저는 이호재라고 하고요. 와이프 마지나 앉아합니다. 저는 윤준이가 가자고 해가지고 따라왔는데 혹시 경주인 줄 몰라가지고 그래도 용인이 나갈 줄 알았는데 멀리 오게 돼서 기쁩니다. 저는 이 카니발의 귀여움을 담당하고 있는 저는 인사에서 우유 같은 순수를 맡고 있는 원윤준이라고 하고 여기는 택시 담당. 여기는 무슨 담당? 그리고 이 키나리? まで2時間ぐらい来たかな。ゲソに到着しました。日本ってさ、サービスエリアっていう。あ、そうそうそう。韓国は運転してる間休憩しますって言って休憩所っていう。あ、ここで何を食べたらいいかおすすめください。韓国はね、今最近超流行ってるやつが。何？だってもう見た目自体が、見た目だけでもあれが一番有名。一番有名っていうか流行りのメニューなの、これとか。シスホドガジャ、これが韓国ではあのサービスエリアに行きます、休憩所寄ったとしたら絶対これが定番のメニュー。あー、何これ、くるみ。何そしたら脳みたいな、なんか、あー、分かる、脳みたいな。4人いるんで、とりあえず何食べる、いくつかバババって買って、いろんなやつを買って、うん、そしたら車で食べたら食べたいと思います。これもいそう。絶対日本にはない、これないね。これね、韓国のメニューなの。ほら、あのトンダってあるじゃん。うん、ヤンニョムトンダのこの味なんだよね。甘くて、あー、甘辛、うん、絶対美味しいね。さあ、私たちは何を食べるのか、何を食べるのか、ちょっと困ったり、もういっぱいありすぎて悩んじゃうね。他にも、でもあっちにも中にいろいろあるんだろうね。中にあるということで、いろいろ頼んでいきます。여행 가는데 기분이 어떠세요? 久しぶりっていうか 한국에 여행을 가는 건데 제주도나 부산이나 그런 느낌이었는데 그래서 이렇게 여행을 가는 건 처음이라서 너무 재밌어요. 그리고 안에도 재밌어요. 경주 가본 적 있으세요? 何が有名なのかもわからないっていう、もう不思議な感じですね、今。どこに向かってるのかもわからないっていう。でも今日3時間半かかるっていうんで、そのなんだっけ、サービスエリアも寄って、美味しいものも食べて、今もうワクワクです。眠いけど。はい、ゆうちゃんに、なんだっけ、キョンジュって何がある？キョンジュって、あの日本と
とかいろんなものがあって、そういう歴史をなんか勉強しますとかの感じのとこ。まず韓国のウォーターパークに行ったことがないので、ユンジに聞いたら日本のウォーターパーク全然比べ物にならないくらい大きいってことなので、めちゃくちゃ期待してます。本当だよね。でもこのぐらいに早めに行かれていきますか。あー、どうも。あれ、広い。あ、何個もある。やばい、奥から見えるし。あー、これ超いいね。これ超いいね。このビューだよ。やばくない？